送席、放送席、ヒーローインタビューです。今日は投打のヒーローです。梅津晃大投手、そして細川誠也選手です。まずは今シーズン初勝利、梅津投手からお話を伺いましょう。ナイスピッチングでした。ありがとうございます。まずは今シーズン初勝利です。初勝利のお気持ちは今いかがですか？そうですね、自分自身苦しいピッチングが続いたんですけど、なんとかチームが勝つことができてすごく嬉しいです。開幕ローテーションに入りながらなかなか勝てませんでした。その勝てないというのはどのように乗り越えたんでしょうか？そうですね、やっぱり前回が本当にすごい悪いピッチングをしてしまって、今日の登板まですごく、毎日が辛かったんですけど、なんとか本当にチームが勝って良かったです。その中、勝利を取るために今日は何かピッチング工夫などもしたんですか？ホームランも含めて。そうですね、やっぱり また序盤ストライクが入らなくて、自分の中でいろいろクイックだったり、いろんな風にフォームを変更して、なんとか、0点で抑えられたので、そこは良かったです。6回途中、わずか1安打無失点でした。今日のご自身の内容はいかがでしたか？そうですね、1安打っていうのも投げ終わってから知りましたし、球数も100球いってなくて、投げてる時はゾーンにしっかり投げることに集中しすぎて、8回投げた時よりもすごく疲れました。少しびっくりしたんですが、お話できる範囲で6回途中での登板となりましたが、あのあたりの経緯というのはどうだったですか？そうですね、わかんないですでは次はイニング投げ切って、さらに長いイニングをどのような思いですか？今回イニング途中に変わってしまって、中継ぎのピッチャーの方たちもすごく連投が続いている中でイニングを食えなかったので、次は9回目指してやっていきたいと思います。ただ本番、大西投手の素晴らしいピッチングでチームは勝率5割、大事なカード頭を取りました。いい流れを持ってくれたんじゃないですか？そうですね、やっぱりチームが、自分がどんなにいいピッチングしてもチームが勝てないとすごく悔しいし、今日は勝つことができて良かったです。僕の父親が今日誕生日、誕生日おめでとう。ありがとうございます。お父さんの誕生日、素晴らしいピッチング、梅津投手でした。さあ、そして連日の素晴らしいバッティング、今日は2つのタイムリー、細川誠也選手です。今日も大バッティングでした。まずは最初のタイムリーから伺いましょう。どんな気持ちで打席に入ったんでしょうか？いや、もう、自分がやれることと思って、あとは本当に福永さんが、走ってくれたので本当に良かったです。そして2打席目もタイムリーでした。同じくレフトへのタイムリー、あの時はどんな気持ちで打席に入ったんでしょうか？いや、もう、追加点と思って、打席に立ちましたし、なんとか、1点でも多く、取ろうと思っていたので、なんとかあそこの場面で打ててよかったです。打球の感触、そして打球がレフトに落ちた時の気持ちというのはどうでしたか？いや、もう落ちてくれと思いながら、走ってました。それにしても細川さん、なんで最近そんなにバッティング好調なんですか？それは分からないです、はい。そして昨日の神宮に続いて連日のお立ち台です。このヒーローインタビューというのはどうですか？慣れてきました？いや、もう少し慣れてきましたし、ここに上がれるというのは、とても嬉しいですし、これから、チームの勝利に貢献できるように、やっていきたいと思います。
昨日も東京神宮、多くのドラゴンズファンが詰めかけました。そして今日はゴールデンウィーク最終日、このバンテリンドームも多くのファンが細川選手のタイムリーを見ました。このお立ち台から見るそのファンの皆さんの声援というのはどうですか？いつも本当に力になってますし、たくさんの応援本当にいつもありがとうございます。さあ、これでチームは勝率5割に戻りました。さらに連勝を伸ばして明日以降も戦いが続きます。明日以降に熱いメッセージを坂さんお願いします。昨日と今日、入賞できているので明日以降も連勝できるように頑張りたいと思います。応援よろしくお願いします。